ピンポン。なんか落ちてる。スマホ誰のやろ。なんか言ってる。何？あれ、なんかめまいが。ヤンデレになる。ウィッス、今日も元気に顔するし。あ、あかりちゃんおっす。ゆかり。ちゃん、どうしました？ゆかりちゃん、ちょ、待って、メガネ、メガネが飛んじゃったから、ゆかりちゃん、ちょ、待って、お願い。違うっす。かなー、青い。大丈夫か？お姉ちゃん、私のことはいいから。ああ、任せろ、あの二人。しっかり止めてるからな。バカ野郎とねえじゃねえよ。取って収めて語りつくんだバカ野郎。めっちゃ元気？ゆかりちゃん。はい。あの女たち。誰？友人です。学校の友人ってそれ以上は何もないです。すげえ浮気の弁解する夫みたいなこと言ってる。お前ら。うちのゆかりちゃんに近づくな。わあ、マスター、ついなちゃん、喧嘩はダメですよ。止めて、バーサーカー。ついなちゃん、あかん、あかり。目覚ませ、うちや、あかねや、忘れたんか。あかね。ちゃん、そうや、うちや、思い出してな。あかね、ちゃん。あかねちゃん、あかねちゃん。止まった、どないした、あかねちゃん。せや、思い出してくれたんか。好きー、やしきしき、あー、かわいい、その刃引っこ抜いて持ち帰りたい。やめてー、怖いー。あかりちゃん。お、ゆかり、よかった、あかりのターゲットがうちになっちゃったんや。はよ助けてーな、このお巻物。頭いった、何やったんや。さっきのこのスマホが原因ですね。ヤンデル催眠の呪いがかかってます。呪いって？これは誰かの陰謀ですね。ぬへへ、いっぱい写真撮れて嬉しい。犯人君じゃないよね。